Monsieur Yuji Yamada est professeur à l'université de Mie. Il va nous parler plus en avant des recherches qui sont menées dans cette université. Yamada-sensei, konnichiwa. Konnichiwa. Mie Daigaku ni wa ninjutsu kenkyu ga arimasu ne? Hai, ima yattorimasu. Hai. Donna kenkyu desu ka? 今年から、まあ、大学の授業として忍術、忍者の研究を始めまして、で忍者の歴史であるとか、それから、まあ、忍者はどういう技を使ったのかとか、どういう道具を使ったのかとか、まあ、そういうことを大学生に向けて、授業をやっているところです。そうですね。どうやって研究できますか？そうですね、これまでの研究は割と前の人が書いたそういう本を、まあ、そのままちょっと変えて書いていたりするところ多いんですけれども、三重大学が始めました研究では、まあ、実際残っている資料 を扱って、戦国時代であったりとか、それから、まあ、江戸時代の初めの資料だったりとか、そういう実際の一次資料というものを使って、忍者の研究というものをやっております。まあ、具体的には伊賀流忍者博物館が所蔵している沖森文庫という忍術資料の写真を撮影して、それの解読を行うことによって忍びというものはどのような活動をしていたのか、それから忍びが忍びのものになり、さらに忍者になるに従って、どのように変遷していったのか、まあ、そういった研究をしているところです。山田先生は一人で研究をしてますか？そうですね、はい、私は日本の歴史が専門ですけれども、三重大学には他に、近世の文学の先生であるとか、と近代の文学の先生であるとか、まあ、そういった先生方と共同して、忍者の研究をやっておりますし、でさらには、まあ、中国の先生であったりとか、韓国であったりとか、そういうさまざまなところと共同して、忍者の研究を進めているところです。三重大学には、Shinichi Kawakami さんの、レクチュラーですね、はい、どんな方ですか？はい、まあ、川上先生は社会連携特任教授ということで、三重大学に来て、そして、先日は私の授業の中で講義をしていただきましたけれども、学生に対しての講義であるとか、まあ、それから、認知症に関して、私わからないところいろいろ教えていただいたりとか、それから資料には残っていない実際に技として伝えられてきた、まあ、そういうものに関していろいろアドバイスをもらったりして、いて、非常に私の知らないところの世界をいろいろ教えていただいております。ありがとうございます。外国で忍術と忍者のイメージは強いですけれども、今の研究、三重大学の研究で、このイメージ変わりますと思いますね。日本と外国はそれは何か変わりますか？はい、はい、そうですね、外国においては忍術は、まあ、マーシャルアーツ、武術であるという、そういう認識が非常に強いと思います。ですけれども、日本においては、忍術というものはそういう柔道であるとか剣道であるとか、そういった武道の一つというふうには捉えられていません。で、日本においてはその忍術というものは、まあ、江戸時代になって、さまざまな、まあ、忍術書においてまとめられた。で、それはもともとは忍び込む、敵のお城に忍び込んで、そしてそこで、活動をして破壊したりとかですね、そういうものをしたりすることをはじめとして、さらには、相手のところでいろいろ情報を得て、そしてそれを伝えていくという、まあ、そういうことが、まあ、主な活動でありまして、現代、いろいろ世界において、格闘技というふうに捉えられているというものとは、もともとの忍術というものはちょっと違うと思います。で、高等伝承においてはそうした体を使った、まあ、いろいろな、相手を押さえつけたりであるとか、それから投げたりとか、まあ、そういった世界もあるのかもしれませんけれども、忍術書には、まあ、一切そういうことは、まあ、書かれておりませんで、まあ、忍び込んでどうやって情報を得るのかということで、まあ、忍術に必要なものは、知力であるということはよく言われています。で、普通忍者というと体力が必要なのかというふうに思われますけれども、そうではなくて、まあ、頭の能力ですね、知恵が、まあ、
非常に必要である。それからコミュニケーション能力というものが大事であって、相手の地域に忍び込んで、そして情報を得るという点では、その相手の人たちとコミュニケーションを非常にうまく取って、そして情報を得るというものが大事であるということが言われています。それからあとは勇気ですね。で、相手のところに忍び込むにあたって、おじけづいていては何もできませんから、そういう勇気が必要である。それから、どんなことがそこで起きるか分かりませんから、頭の回転の良さであるとか、そういったものが必要であるというふうに言われております。ですから、格闘技のようなイメージっていうのは、実際の忍び忍者とは異なるものであるということが言えます。すごいですね。初めてそのことを聞いてます。本当に今までは再会でも初めてですか、忍術の研究は。そうですね、大学においてこのような忍者忍術に関する研究をするというものは日本、世界においても初めてですし、それをすることによって、これまでは漠然として捉えられていたものが、実際はどうなのかということを、学問的な手続きを踏んだ上で、しっかり調べていくという、そういう試みをしておりますので、これまでの忍者のイメージとは違った、そういう忍者というものをいろいろ明らかにしていくことができるのではないかというふうに思っています。で、こういった三重大学の取り組みをはじめとしまして、日本国内世界に実際の忍者というものはこのようだったんだと、そういうことを知っていただいて、そしてそういう戦国時代の忍びというものが江戸時代、それから明治、それから大正昭和で現代というふうに変わることによってどのように変化していっているのか、そしてその中でいつ格闘技としての忍術というようなことが言われてきたのかと、そういったことも明らかにしていきたいというふうに思っています。外国には何メッセージがありますか？そうですね、世界に忍者というものが非常に知れ渡っておりますけれども、日本の本当の忍者というものはどういうものなのかということをぜひ一度伊賀、それから甲賀という忍者の発祥と言われるところに来ていただいて、皆さんの肌でその忍者というものを味わっていただきたいと思います。三重大学でも講義をしておりますし、それから伊賀でも講座を持っておりますので、そこにおいてさまざまな私たちの講義というものを聞いていただけたなら、忍者に関する知識というものが非常に深まって、でさらに皆様の活動の中に生かしていけるのではないかというふうに思っております。伊賀の講座には誰でも自由に来られますか？はい、そうですね、月に一度土曜日の午前中ですけれども講座を開いております。で、それはホームページでも開催の時期については知らせておりますので、どなたでも参加していただけますので、どうぞいらっしゃってください。山田先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。